実に行きたいですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね。さあ、まずはランナーを返すことに集中したいところ。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。なるほど、そうですか。変化球打った、セカンド取った、一塁送球、一塁アウト。スワローズ追加点を挙げました。3対1、さらにリードを広げます。ここは最低限といった形でしょうね。さあ、このチャンスでバッターボックスには1番の山崎が入っています。初球はストライク、ストレートが決まっています。低めの変化球でカウントを稼ぎます。ストライクを先行させていきます。強い当たり、飛びついて掴んだ、一塁へ。サードランナーがホームに帰っていきました。スワローズ追加点、4対1、リードを3点に広げました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。ここで畳みかけたいですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には2番の青木が入っています。カープ、ここでピッチャーが変わります。カープベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、ジョンソン、ここで降板です。初球打ち、ワンバンのヒットになりました。サードランナーホームイン、スワローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、5対1、スワローズ4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。この追加点は理想的にことが運んだと言ってもいいでしょう。さあ、そしてバッターボックスには山田が入ります。さあ、チャンスが続きます。まあ、ここはつなぎましたので得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。さあ、外してくるのか、空振り三振、ランナーは動けませんでした。3アウトチェンジ。しかしこの回スワローズ貴重な得点が入りました。6回終了、5対1、スワローズが勝ち越しに成功しています。これから7回カープの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。田川が2番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。小宮山さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになってきますか。まあ、あとはブルペン次第ですよね。つないでつないでということでしょうか。継投のタイミングにも注目したいと思います。インロー見極めています。インコース、ストレート決まっています。際どいコース、ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。セカンドが構えます。山田抑えてワンアウト。打席には5番バッター、松山。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。落ちる球、ボール先行です。ボールですか。はい、ストライクが入りません。ファウルになります。このカウントはバッターが見てくるタイプかどうかの判断が大事ですね。はい、打った、右中間に大きな打球、この当たりはどうか、右中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席には野間が入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まあ、ここを抑えて反撃の目をしっかり積むことですね。なるほど、そうですね。はい、さあ、ここでカープ代走を送ります。曽根、セカンドランナーに入ります。セカンド
高めのボール打ちました。右中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。センター掴んで2アウト。2アウトランナー2塁となりました。さあそしてバッターボックスには小園入ります。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続きます。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから確実に仕留めておきたいですね。うん、なるほど。打ちました。山田一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5対1、ヤクルトスワローズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、スワローズの攻撃に入ります。7回の裏スワローズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。フランシス3番手としてコールされています。こういう時こそね、開幕外にはなりたくないですからね。そうですよね。その流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。カーブになります。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。ここは代打を出しませんね。そのようです。でどうでしょうか、代打を攻めていくべきだと思いますけど、そうですね。初球ストライクを取りました。スピードボールを持っています。外れてボール。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。見逃し三振。ツーアウトになりました。この西浦、ここ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、西さん、ちょっとバットが湿ってますよね。まあ、今日は打ってますし、この辺りから調子を上げていくかもしれませんよ。なるほど、そうですか。低めの球ストライク。ノーボールツーストライク。ファウルになります。4球目は何で来るか。見逃して三振になります。3アウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。この回スワローズ三者凡退です。7回終わって5対1、ヤクルトスワローズがリードしています。皆様ご協力お願いいたします。スワローズ、これから8回スワローズに選手の交代がありました。ゲームは8回に入ります。追いかけるカープの攻撃。8番バッター坂倉、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。スワローズリードで迎える8回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。3球目打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。よく間に合いました。ファインプレー。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。これはさすがと言っていいんじゃないですか。ここはそのままピッチャーが打席に立ちましたね。そうですね。いやー、ここは代打でしょう。攻めていかないといけませんよ。そうですね。
バッターボックスには代打の堂林。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。しっかり抑えたいところですね。そうですね。さあ注目しましょう。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。高めのボール、打球はセンターへ。この打球はフライになっています。センターが取りました。ツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター田中、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。インコース、これは入りました。148キロ。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。膝元への変化球、ツーボールツーストライクです。ファウルになります。次が6球目、振っていきましたが三振。スリーアウト、チェンジ。反撃したいカープでしたがここは三者凡退に終わっています。5対1、ヤクルトスワローズがリードしています。あと4番手としてマウンドに上がります。サードの小園に代わりましてピッチャー、あとただいまの回に代打いたしました堂林。そのまま入りファースト、3番サード。さあマウンドに上がったのはあと今シーズン12試合目の登板です。連投が続いています。インコース決まってストライク。次が2球目、インコースへの変化球、ストライクです。あっという間にツーストライクです。打ちました、田中、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは8番中村、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。あとまずは先頭バッターを打ち取っています。ノーボールツーストライクです。インハイ、際どいコース、これが4球目、見逃して三振です。ツーアウトになっています。今日は守備で交代してそのまま出場している畠山、ツーアウトランナーありません。インコース決まってストライク。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。ボールになります。打ちました、セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。8回終わって5対1、ヤクルトスワローズがリードしています。これから9回カープの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号24、星、マウンドに上がります。最後の締めを任されました。最終回のマウンドに立つというのは小宮山さん、やはり緊張感が違うものなんですかね。まあ、そうですね、もう本当にかなりプレッシャーもかかるような感じになりますからね。なるほど、変化球が低めに外れます。ボール先行です。鋭くついてきました、ファウルになります。見逃し三振、ワンアウトです。打席には3番バッター西川、今日はまだ当たりがありません。星、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
2球目は何で来るか。ファウルになります。打った、大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく。センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー2塁となりました。さあスワローズ、得点圏にランナーを背負った場面です。ここで失点していくと流れも傾きかねませんので、しっかり目を積んでおきたいですね。なるほど、そうですね。まあそしてこういう展開で乗せたくないバッターが相手なんで、ここでしっかり押す。ピンチの場面、見逃し三振、ツーアウトになりました。さあそして打席には曽根入っています。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから、確実に仕留めておきたいですね。なるほど、そうですね。まずは変化球、これが2球目、落としてきましたがこれは外れます。真ん中打った、抜けた、セカンドランナー帰れば3点差。バックホームする、ライト前ヒット、スワローズさらにピンチになりました。さあそしてバッターボックスには野間が入ります。さあなおもピンチの場面、ここをしっかり抑えておけばぐっと勝利が近づきますんで、ここでのピッチングが重要になりますよ。なるほど、そうですよね。バッターの